はい、レオンです。今回ね、Call of Duty Black Ops Cold War スターターパック購入してみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これ、ゲーム内のストアの方にはね、ちょっとないみたいなんですよ。見たんだけど。なのでちょっと、ホーム画面の方からですね、いつものように、まゆゆ。かわいいですね。プレイステーションストア。ちょっと今お金ないからね、他のバンドルなんかはちょっといずれ買うんだけど、こういうのとか、ちょっと2000円ぐらいするんでね、ちょっと、こちらになりますね。580円ですね。手頃な価格で買えるんで。あんまりアイテムは多くないんだけど、4つしかないのかな。でもお得なんでこれね、Call of Duty Black Ops Cold War スターターパック580円。ちょっと説明ちょっと読んでいくんで。ブラックオプスコールドウォーおよびウォーゾーンで使える期間限定のバンドルを購入しよう。スターターパックには500コールオブデューティーポイント、新オペレーター用スキン、2つのバトルパス、ティアスキップなどが含まれます。パック内容500コールオブデューティーポイント、アドラーってものかな、用オペレータースキンエピック、コーリングカード、エピック、エンブレムエピック、バトルパス、ティアスキップ、×2、とお得っすね。これ、こちらちょっと購入していくんで。コーリングカード、エンブレムですね。カード。こちら買うんで。購入手続き。買いました。580円ですね。あれ？これウォレット残高720円。こっちでいいか。580円。これはクレジットカードからが良かったけどな。買い物を続ける。OK。これダウンロード必要ないんだね。ないっすね。早速見てみよう。オペレーターの方からですね。こちらですね。このアドラーっていう人ですね。あ、オペレーターだよ。未使用のトークンっていうのがあるんだけど。あ、これか。あ、これか。あれ？ちょっと俺まだ、これ今、あんまりいまいちちょっとまだ把握してないんですよ。未使用のトークンって書いてるな。四角。あ、未使用のトークンを使用中って書いてるな。ティア15アンロックって書いてるな。あ、ここまで OK ちゅうことか。あ、これ新しいやつだな、これな。あ、待ってよ。詳細。バトルパスへようこそ。これはいいよ。なんか武器をなんか解除したんですか。ファーノ。これ表示されないんだよな。ティアスキップとか書いてたよね。オペレーター。これっすよね、アドラー。あ、カスタマイズあるよな。あ、これだ、これ。これだ、今回の。コンフィデンシャル。かっこいいっすね。マフィア風っすか。これちょっと入れよう。で、あれは変わってねえな。待ってよ。これですよね。お気に入り。あ、変わった変わった。で、ホーリングカードもだったよな。これ、ちょっとやり方がね、あんまり俺、まだ分かってないんですよ。完全には。ホーリングカードと、何だったかな。これじゃないよな。あ、これか。ちょっと複雑になってるからな、今作は。チャレンジ。一旦止めようか。たんでね、あと、エンブレムとコーリングカードですね。これ、弊社から、プレイヤーの ID 選んで、いつもね、これ、眉、クラウンタグ眉にしてるんで、コーリングカード、今回の、どれだったかな。あれ？あ、これか。あ、これ違うよな。あれ、おかしいな。ショップってないのな。エンブレムは、これですか。おそらく。ちょっと確認した方がいいですね。Call of Duty ポイント500ポイントでしょ。で、ティア、スキップ、2ティアだったかな。もう一回ちょっと見てみよう。説明。さっきのタイプライターのエンブレム合ってるな。コーリングカードが、なんか、銃でやり合ってるやつだな。アドラー用オペレータースキンでしょ。500 Call of Duty ポイント。アドラー用オペレータースキンでしょ。コーリングカード。あと、エンブレム。バトルパス、ティアスキップ ×2 ね。これ、OK だね。わかった。エンブレムはこれで合ってるね。コーリングカード。あれ？あ、これか。もしかして、ケースワークっていうの。これか。で、これの方が浮いてるから、アニメーションになってるからな。これか。っていうことだね。これだね。ケースワークっていうやつだね。こう下のロックされてるのまだ。で、500、100はもともとあったから、コールオブデューティーポイント。100、今回500なんで、一応貯めてた方がいいっすね。購入しないといけないから。こういうの。バンドルなんか買わないといけないから。はい、以上っていうことですね。今回はね、この、Call of Duty Black Ops Cold Warの、今回、Call of Duty Black Ops Cold Warスターターパック購入してみました。こちらですね。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。